皆さんこんにちは。ミュージカルマドマゼルモーツァルト、フランツ役を演じます鈴木翔吾です。まあ、すごくコンパクトにというかギュッと詰まっている作品だなと思ったし、まあ、原作があるということもそうですけど、そのモーツァルトという視点からすごくしっかり描かれていて、まあ、ある意味本当にモーツァルトの心情、そして周りのいろんな心情もあるんですけど、すごく音楽を中心に追っていきながらモーツァルトの最後までのことをすごくしっかり描いている作品だなと思いました。まあ、そしてそれぞれに何て言うんですかね、見せ場じゃないですけど、モーツァルトにどんな感情を抱いているのかっていうことをやっていくことによって、最終的にモーツァルトの輪郭がすごくしっかり浮かび上がってくるような作品だし、なんかそれにプラス音楽があるので、やっぱりしっかりお稽古して、あのモーツァルト像というものをしっかり作っていけたらなと思いました。フランツもまた一つの芸術家であったなっていうことはすごくあると思ってて、まあ、すごく印象的なのが、途中で音楽はもう僕には書けないと、モーツァルトには勝てないっていうところがあって、でも君への愛は負けないっていうコンスタンツェにこう告げるところがあるんですけど、なんかすごく芸術家らしいなというか、やはり芸術で伸びるか伸びないか、先に行けるか行けないかっていう葛藤の中で、まあ、ある意味その自分の私生活というか愛というか、そういったものにこう真実の愛の部分ももちろんあるでしょうし、何か一つ埋め合わせを求めているようなところもあるでしょうし、なんかモーツァルトがこう男であり女であるっていう環境の中で、純真にその、まあ、男性として芸術家で悩み、そして愛に燃えてしまう瞬間というものをフランツとして見せることができたら、またモーツァルトを描く一つのパーツになれるのかなと思ってます。本当にいろんな場所から集まったキャストの中で、どんなお芝居が自分ができるのかなというのもすごい楽しみですし、皆さんのお芝居を見るのもすごい楽しみですし、まあ、あとはダンスシーンがあるのかな、ないのかなってことがあるので、僕は人の何十倍も努力して追いつかないとなと思ってますけど、本当にまあ必要な一つのね、エンタメの一つだと思うので、まあ、歌もお芝居もしっかり入れながら、苦手なダンスも頑張っていきたいと思います。今年秋ですね、本当にいろんなことがあった1年半2年の間ですけれども、本当にこうやって一つ一つのスタッフ陣であったり、俳優であったり、エンタメの火を消さないと、そして舞台で起こるエンターテインメントが本当に美しいんだと、そして皆さんに届けたいんだという思いが、いろんなものがつないできた中で、やれる舞台でもあると思うので、また一つそのコロナが落ち着いても落ち着かなくても、皆さんの前で証明できるものがあると思うので、ぜひぜひ劇場で、そのモーツァルトの生き様、そしてそれを取り巻く人間像というか思いを届けていけたらいいなと思っています。ぜひぜひお待ちしております。